今日はティアドリームのワクワクお仕事お絵かきシールブックで遊んじゃうよ。ももあやティアラやミントが着せ替えシールでいろんなお仕事をしちゃうんだって。どんなシールがあるんだろう。わあ、かわいい。これはお絵かきデコスタンプだって。あと、ももあとティアラとミントのプロフィールカードもあるよ。わあ、シールがたくさん。いろいろなお仕事のシールがたくさんついてたよ。次のページも。わあ、これはどんなお仕事のシールだろう。その次のページにも。いろんな制服がいっぱいあるね。かわいいシールはまだまだあるよ。よし、着せ替えシール遊びで遊んでみよう。まずは人気のお店屋さん。みんなはどんなお店屋さんが好き？ももあはケーキ屋さん、ティアラはアイス屋さん、ミントはお花屋さんのお仕事をしてみるよ。まずはももあのケーキ屋さんからお着替えスタート。ケーキ屋さんのお洋服はこの中でどれかな。これは違うかな。これかな。このお洋服ケーキ屋さんっぽいよね。このお洋服にお着替えさせてみるよ。わあ、かわいい。足元もかわいくお着替え。この靴を履かせてみるよ。よいしょっと。かわいい、似合ってる。あとはケーキ屋さんのカチューシャ。そしてお店にはたくさんのケーキ。見て見て、おいしそうなケーキがたくさん。どれにしようか迷っちゃうよね。あ、こっちにはとってもかわいいカップケーキだ。うわー、悩んじゃう。じゃあショートケーキと、あとはチェリーの乗ったカップケーキ、これをお持ち帰りで。はい、かしこまりました。ももあのケーキ屋さんとっても素敵だね。次はティアラのアイス屋さん。ティアラのアイス屋さんのお洋服はどれかな。アイス屋さんっぽいのはこれかな。お着替えさせてみるよ。それ。わあ、かわいい。下はアイスの絵が描かれた短パン。このショートパンツで合わせて。わあ、このアイス屋さんの洋服かわいい。頭には帽子、手にはカップを持ってアイスをすくうよ。そうだ、足元もおしゃれにしなきゃ。足元はカラフルなアイスと一緒のカラフルなタイツでコーディネート。ティアラ、ストロベリーのアイスをください。はーい、かしこまりました。よい
よいしょっと。ストロベリーのアイス、お待ちどうさまです。ソフトクリームが食べたいときは、コーンを持ってソフトクリームを乗せていくよ。おしゃれなアイスのブレスレットも知っちゃおっと。元気いっぱい、ティアラのアイス屋さん。美味しそうなアイスがいっぱいだね。次はミントのお花屋さんだよ。たくさんのお花に囲まれてお仕事できるなんて素敵。お花屋さんのお洋服はこの中でどれかな。これかな。胸にクローバーのイラストが描かれたかわいいお洋服。よし、お花の屋さんのお洋服にお着替え。わあ素敵。お花の水やりで足が濡れてもいいように靴は長靴にしましょう。とってもかわいい長靴だね。頭はお花のカチューシャ。わあ似合ってる。お花屋さん、お花をカゴにたくさん詰めてください。かしこまりました。リボンのついたかわいいカゴの中にきれいなお花がいっぱい。バラのお花やチューリップもきれいだね。かわいいカゴにいろんな種類のお花がいっぱい。プレゼントしたらすっごい喜ばれそうなお花だね。次のページはどんなお仕事が待ってるのかな。おいしいお料理屋さんのお仕事だって。モモアはパティシエール、ティアラはハンバーガー屋さん、ミントはお寿司屋さんに挑戦してみるよ。まずはモモアのパティシエールから。パティシエのお洋服はこれかな。着替えさせてみるよ。わあ、かわいいお洋服。下はこれ。うん、素敵だね。頭には大きなリボン。あとは手には泡立て器かな。計量カップも忘れちゃいけないよね。おっといけない。この下にズボンも履かなきゃね。よいしょっと。そしてエプロンをかけます。リボンもかわいいけど、コックさんの帽子もかっこいいね。パティシエさんはおいしいクッキーをたくさん焼いてくれました。うわー、いい香り。次はティアラのハンバーガー屋さん。ハンバーガー屋さんってどんな格好かな。あ、こんなお洋服着てたらかわいいかも。わあ、すっごく似合ってる。下は元気いっぱいのスカート。うん、素敵だね。頭にはリボン。足はローラースケートかな。ローラースケートを履いて
お店の中を元気いっぱい駆け回るよ。ティアラ、ハンバーガーとポテトとジュースのセットをください。かしこまりました。ハンバーガーとポテトとジュースのセットです。もっと食べたい場合は追加で用意しているので、どんどんご注文くださいね。ティアラのハンバーガー屋さん、とってもかわいい。次はミントがお寿司屋さんに挑戦するよ。お寿司屋さんの服装ってどんな服装なのかな。お寿司屋さんはこの洋服。わあ、素敵なワンピース。それに合わせた靴。帽子。これは鉢巻きかな。ミント、エビとイクラとそれから卵お願いします。へいらっしゃい。エビとイクラ、それから卵ですね。あ、そうそう、あったかいお茶もどうぞ。ありがとう。他にもいろんなお寿司があるから、どんどん注文してくださいね。らっしゃい。ミントのお寿司屋さん、かっこいいな。3人とも、とっても素敵なお仕事だね。みんなはどのお仕事が気に入った？私はパティシエール。私はお寿司屋さんかな。みんなもシールでいろんなお仕事にティアドリームを挑戦させてみようね。バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくねー。